本線は、兵庫県神戸市長田区の西大駅から、兵庫県姫路市の山陽姫路駅までを結ぶ、山陽電気鉄道の鉄道路線である。神戸と赤市、姫路間の都市間輸送を行っている。西大駅伊東は、すべての列車が、神戸高速線に直通運転を行い、神戸市の中心駅である神戸三宮駅やさらに、阪神本線に直通して、大阪梅田駅に至る。 全線で、西日本旅客鉄道の JR 神戸線と、板宿駅西大駅間では、神戸市営地下鉄、西神山手線と、並行している。特に舞子公園駅山陽若市駅間では、JR 神戸線と線路が完全に並走しており、競合状態となっている。スピード面に関しては、JR 西日本の新快速が完全に優位に、立っている。 山陽明石駅、山陽垂水駅、山陽塩屋駅は、それぞれ JR 明石駅、垂水駅、塩屋駅と隣接している。このため、JR 神戸線で人身事故などのトラブルがあった場合は、本線で振り替輸送を行う。本線の終点の山陽姫路駅は、JR 姫路駅と近接しており、関西の私鉄では、数少ない新幹線との接続駅となっている。 普通列車と速達列車の組み合わせで構成されている。全長5 0トル超に及ぶ路線ではあるものの、他の施設によく見られるような地域ごとの運転本数のばらつきがほとんどなく、日中ではほぼ全線にわたり、直通特急と普通列車を15分間隔で交互に運行するパターンダイヤが組まれている。 西大駅を通るすべての列車が神戸高速線に直通するため、西大駅を始発、終着とする列車は存在しない。速達列車は、阪神大阪梅田駅山陽姫路駅間に運転されている直通特急が主体で、全列車が阪神本線に直通する。また、朝と深夜には特急、S 特急が運転されている。 速達列車の内直通特急と特急は6両編成、S 特急は4両編成、普通列車は4両編成、または3両編成で運転される。普通列車は、山陽電鉄から神戸高速線を経て、阪急方面は、阪急神戸三宮駅まで、阪神方面は、阪神神戸三宮駅まで乗り入れる列車が運転されている。また、 相互乗り入れを行っている、阪神電鉄の車両も直通特急のほか、阪神電鉄線内特急として、当線のスマウラ公園駅まで乗り入れる列車が運転されている。阪神からの乗り入れ列車は、直通特急を除き神戸三宮駅一斉の神戸高速線、山陽電鉄線内は各駅に停車する。百九十八年二月十五日までは、 山陽電鉄の列車が阪急神戸本線の六甲駅まで、阪急電鉄の列車が当線の須磨浦公園駅まで乗り入れていたが、阪神電鉄との直通特急運転開始に合わせて乗り入れを中止している。また、2001年3月10日までは普通、特急も阪神大石駅まで乗り入れていたが、直通特急の増発に伴い営業運転を終了した。 ただし、阪神神戸三宮行の列車は一部を除き、回送列車として、大石駅まで運行し、阪神神戸三宮駅まで折り返している。2009年3月20日に開通した阪神、南波線によって、これまで、神戸高速鉄道を介しての阪神、阪急に加え、近畿日本鉄道ともつながった。近鉄線と直通する定期列車はないが、 2013年2014年に阪神の車両を用いて近鉄奈良駅山陽姫路駅間直通のイベント列車が運転されたことがある。日中1時間あたりの運行本数は以下のようになっている。阪神電鉄からの乗り入れ列車は阪神本線を参照。現行の停車駅は駅一覧の節も参照。以下で過去の運行形態や 列車の変遷の説明中に、阪急三宮、阪神三宮とあるのは、現在の神戸三宮である。直通特急運行形態の項で記した通り、終日、阪神大阪梅田駅三陽姫路駅間で運転されている。三陽電鉄線内では昼間時15分間隔での運転である。特急三陽電鉄線内の停車駅パターンは、 直通特急とほぼ同一で運転されている。かつては、阪神本線内は、各駅停車となり大石駅発着として、終日運転されていたが、直通特急の増発によりこの種別としての運転は、激減している。現在は早朝、深夜に、東二見駅山陽姫路駅間で運転されており、実質的には、東二見車庫への入出庫を兼ねた種別となった。 現在の特急のルーツは、戦後1949年4月15日に、兵庫駅姫路駅間で運転を再開した2代目特急で、設定当初の途中停車駅は戦前と、同様長田駅、明石駅、鹿間駅の3駅のみであった。それでも当時は、兵庫駅姫路駅間を約75分と、停車駅が9駅追加された現在より、約20分も遅く走っていた。 その後、車両の高性能化や種別整理に合わせて、停車駅の追加と所要時間の短縮が幾度となく、繰り返され、現在に至っている。早朝の平日下りと深夜の上りに、東二見駅山陽姫路駅間を、阪神車両で運行する山陽特急が存在する。2006年10月改正で一旦廃止されたが2012年3月改正で、復活した。 2006年10月改正以前の阪神社の方向幕には特急東二見の表示が存在せず直通特急東二見の表示を出していたが2012年3月改正にて阪神社にも特急東二見特急姫路の方向幕表示が整備されている毎日早朝に東二見発山陽姫路行きで山陽特急が2本運行されているが この山陽特急は平日ダイヤ、休日ダイヤともに半身車が重当されており、山陽車が重当される山陽特急は夜間時間帯の山陽姫路発東二見行きのみである。このため山陽車による特急姫路の表示は通常では見ることができない。さらに1991年4月改正までは夜間に 阪急三宮発高砂行きの特急が運行されていたが、この改正で S 特急となった。2009年3月20日のダイヤ改正より、月見山駅が直通特急を呼び、特急の停車駅となった。また、現行の黄色の種別幕を掲げた直通特急は、阪神三宮駅三陽ス駅間が各駅停車となった。一方、 と、休日夜間の山陽特急が、種別幕黄色の直通特急に置き換えられたため、山陽特急としての運転は、下りは高速神戸駅伊勢、上りは東二見駅伊勢に限定され、阪神三宮駅発着は消滅した。この時点で、東二見駅伊東で残存した山陽特急は、早朝の高速神戸発山陽姫路駅一本のみで、これは西大駅。 東スマ駅、スマデ寺駅を通過する唯一の列車となっていたが、この列車も2016年3月19日改正にて、高速神戸始発の種別幕黄色の直通特急に置き換えられ、山陽特急としての運転は、東二見駅山陽姫路駅間のみとなった。なお、戦前にも特急が運行していた。 1934年9月18日のダイヤ改正で設定され、当時は長田の西台、須磨、塩谷樽見赤石、西新町、東、二見、高砂、大塩目が、鹿間に停車していて、それ以前に運行していた急行の大部分を停車駅から一丸前、別府、尾上の松を外して置き換える形で設定された。 1939年3月の改正では、塩屋、西新町、メガも通過となった。1941年7月6日のダイヤ改正では、休校が終日運転になるとともに、大塩も通過となり、長田の、西大、須磨、赤市、東、二見、高砂、鹿間と、おおむねキロ1 4 k m 間隔に停車駅が絞られた。 1944年4月20日に廃止、特急阪神大阪梅田駅スマウラ、公園駅間で運転される。本線内は各駅に停車するため事実上は普通の代替となっており、基本的に山陽スマ駅で、山陽姫路駅山陽スマ駅間運転の普通と接続する。本線に乗り入れる阪神特急は、深夜のスマ駅を除いて、 阪神車での運行であったが、2016年3月19日のダイヤ改正の前日より、スマ行きの列車が阪神の車両に変更されたほか、阪神梅田駅スマウラ公園駅間を山陽の車両で運行する阪神特急が新たに設定された。この他にも、ダイヤ乱れ時には山陽車によるダイソーが行われることがある。駅の案内では、下りは、 山陽電鉄線内では、普通として案内されるが、上りは、始発駅から、特急で案内される。S 特急直通特急、特急より、停車駅の多い列車で、下りは朝ラッシュ時に、霞ヶ丘発高砂5行き、深夜に、阪神神戸三宮発姫路行きが、上りは朝と夕方に、高砂5発阪神神神戸三宮行きが運転される。 1991年4月7日のダイヤ改正で朝ラッシュ時の通勤特急と夜間に運転されていた東二見駅高砂間の各駅に停車する下り高砂駅特急を統合する形で登場した特急と比べて停車駅数での格差が大きく実質的に他社の私鉄における休行に相当する種別ではあるが休行を名乗らず 特急の一種とされている理由は、前身の通勤特急が設定された背景や、過去に運転されていた急行が、S 特急とは異なる性格の列車であり、なおかつその急行もあくまで運転休止扱いであることが考えられる。なお S 特急の S は、サービス、スマート、スピーディー、ショート等の英単語の頭文字から取られたもので、一般公募に寄り付けられた。 停車駅は通勤特急時代から同じであったが1998年2月改正で月見山駅が追加された。2006年10月改正で高砂駅だった深夜の下り列車を姫路駅に延長と休日朝に上り列車も新設され停車駅に西大駅を追加した。2009年3月改正で阪急三宮発着の列車を一旦廃止。 2016年3月改正で山陽スマイキが消滅し、土休日上り一本のみ、阪急神戸山の宮城が再設定された。また平日の山陽姫路発が消滅したことで、高砂伊勢は下りのみの運転になった。2020年3月改正で平日朝の下りと平日夕方の上りの設定がされた。かつては大塩始発列車も走っていた。 と、休日の東二見駅発の列車を除き、朝の上り列車は、高砂駅で、直通特急と接続してから発車する。下り列車は、すべての列車が、大塩駅で、直通特急と接続する。平日朝の下りは、霞ヶ丘まで普通車で運行された後、高砂駅の S 特急として運転される。連続しての乗車も可能であるが、時刻表上は、 霞ヶ丘始発とされている。なお、舞姑公園駅は S 特急が通過し、直通特急が停車するため千鳥停車となる。字幕は緑色に白抜きで表示されるが、フォントは他の種別、行き先のように丸ごシックではなく、オリジナルの書体となっている。側面は編成によって異なり、種別のみ表示している編成がほとんどだが、 一部は種別、行き先を表示する編成もある。その場合、字幕式は、種別が、S 特、LED 式は、S 特急と表示する S 特阪神神戸三のみや、S 特急阪神神戸三宮。字幕式は3000系列の一部、LED 式は5000系5000回と6000系の4両、編成のみ。駅での LED 発車表の表示では、神戸高速線では、 S, S のみ、緑文字で、特急は赤文字、山陽電鉄線内では三色 LED 表示では緑文字で、フルカラー表示では緑地に白抜き文字で表示される。阪急三宮駅では乗り入れ廃止まで赤字に白抜き文字で表示されていた。普通各駅に停車する種別。ほぼ終日、阪急神戸三宮駅三陽姫路駅間で運転されている。過去には、 山陽姫路駅から阿保支線直通も運行されていた。平日昼間時は1時間あたり、山陽須磨駅発着が2本、阪急神戸三宮駅発着が2本交互に運転されており、山陽須磨駅山陽姫路駅間では15分間隔となっている。ただし、土休日の一部列車は、阪急神戸三宮発着の代わりに、阪神神戸三宮発着となる。 阪神神戸三宮駅発着の列車は折り返しの都合で大石駅まで改装されている。1998年までは阪急六甲駅まで2001年までは大石駅まで定期運転を行っていた。また朝、夕に神戸高速線内での折り返し列車として高速神戸新海地発着列車も運転され夜間は上りが新海時期。 下りが高速神戸発が主体となる。近年では利用客源の影響からか3両編成での運用が増えてきている。直通特急が運転される前は阪神に品田駅は通過の時期があった。これは山陽の車両が阪神の普通用車両と比べて加速度が低いため通過駅を設定することでダイヤ調整を図ることが理由として挙げられる。山陽スマ駅が 四重儀の場合は、山陽須磨駅にて、須磨浦公園駅折り返しの阪神特急からの接続を受ける。ほとんどの列車が、東二見駅と大塩駅で直通特急と、環球接続する。日中は、霞ヶ丘駅で直通特急の通過待ちを行い、朝夕は、山陽須磨駅、山陽明石駅で直通特急の待ち合わせを行う。 上り S 特急の運転時間は、山陽明石駅での対比がなくなるが、山陽須磨駅、藤士駅で S 特急と接続するほか、霞ヶ丘駅と藤士駅で直通特急の通過待ちをする。2016年3月17日まで、深夜の阪神梅田駅23時20分発須磨駅、阪神特急は直通特急用の山陽車で運行される、関係上。 高速神戸での乗務員交代の際に、方向幕を、普通、スマに転運された。なお、山陽スマ駅到着後は、東スマ駅まで改装され、翌日朝5時18分発、新海地域普通列車として運行するため、唯一6両編成で運行する普通列車でもあった。なお、ダイアれ時には、阪神の車両で代走することがあった。18日より、 当該列車は、阪神の車両に変更されたほか、19日の、ダイヤ改正後は戦術の阪神特急のうち、阪神神戸三宮駅東須磨駅、須磨浦公園駅間の列車が、普通に変更された。これらは普通用車両ではなく、急行系車両の6両編成で運行される。その他にも、東、須磨、山陽須磨、山陽明石、霞ヶ丘、東、 二見、高砂、鹿間発着の列車も設定されている。2006年10月28日のダイヤ改正で、昼間時の阪急三宮駅発着が再開されたが、逆に2009年3月20日のダイヤ改正では、平日昼間の4本中2本また、土曜休日の昼間時の一部が、山陽須磨駅での折り返し運転になり、日中に、 神戸高速線内まで運転される列車は、阪急三宮駅発着のみに、また平日夕ラッシュ時の一部は、阪神梅田発の特急のスマウ浦公園行き、または、東スマ駅に置き換えとなった。また、日中の山陽スマ駅、山陽明石駅での対比が、霞ヶ丘駅での通過待ちに変更された。またこのダイヤ改正で、 平日の下りに一本だけ、明石行きの列車が新設された。なお、駅構内、車内での案内は長らく、普通車とされている。2020年3月14日のダイヤ改正までは、一部の上り列車は、東二見駅で、車両交換を行っていた。当該列車は、駅で、配布の時刻表に印が付けられていたが、同改正以降は、 東二見止まりの普通車が東二見始発の上り普通車に接続するよう案内されるようになった。普通阪神特急用の急行系車両の送り込みを兼ねる形で阪神神戸三宮駅東須馬駅、須ウ浦公園駅間で運行される。もともとこれらの列車は阪神特急として運行されていたが実質的に全区間各駅に停車していた。 2016年3月のダイヤ改正で、急行系車両の方向幕を整備した上で、普通に統一された。普通系車両を使用して、阪神神戸三宮駅伊東から乗り入れる。阪神普通は、2006年10月28日改正から2009年3月20日改正まで、東須磨駅発着が運行されていたことがある。 急行主要集落もより駅に停車する種別であったが、沿線の人口増で各駅の利用者数に大きな格差がなくなり、主要駅に停車する特急と各駅に停車する普通の組み合わせによる連携ダイヤに吸収される形で縮小され、1984年より運転されなくなっている。最末期の停車駅は、姫路、鹿間、ま、目ガ、白浜の宮、大塩、 新井、高砂、別府、東、二見、藤江、西新町、明石、西舞子、垂水、住まい等各駅であった。種別表示幕は白地に赤文字で、イコール Q イコールと表記されているのが特徴だった。なお、2009年3月以降のダイヤにおいては、ラッシュ時間帯の B 字加速の停車パターンがこれに近いものとなっている。 1923年8月19日、明石姫路間開業と同時に運行を開始した。当初は、明石駅前姫路駅前間で運行を開始し、途中西新町、東、二見、尾上の松、高砂町、大塩、鹿間町に停車し、後に、別府北口、曽根町、目賀が停車駅に加えられた。 1928年8月26日の改正で、電鉄兵庫まで延伸され、長田の、西大、須磨寺須磨、塩谷屋、垂水、山田、人丸前に停車する様になった。その後、1931年2月21年改正で、須磨寺曽ソネが、停車駅から外されたほか、 1929年9月15日、1934年9月18日の間は山田も通過していた。1941年7月6日の改正で、荒井、1943年3月5日の改正で、林崎、映画島、白浜の宮が停車駅に追加された一方、1944年2月3日の改正で、塩屋、人ま前が、 停車駅から外され、九百四十五年六月に一旦休止される。九百四十八年三月一日に運行を再開した時は、戦時中に追加された四駅とメガが停車駅から外された。九百四十八年十二月二十五日改正で、停車駅が最も少なくなり、長田の西台、須磨、赤石、西新町、東、 二見別府高佐高砂、大塩、しかまに絞られた。しかし、翌1949年4月15日の改正で、特急の運行再開とともに急行は、停車駅が増え、板宿、たるみ、西舞子、藤江、白浜の宮や、メが、停車駅に追加された。1957年9月1日改正では、月見山も、停車となり、 ラッシュと早朝深夜のみの運行となった。神戸高速鉄道開業に伴う1968年4月7日の改正で、住まい東閣駅停車となり、この停車駅で1984年まで運行された。直通1928年8月26日から1931年2月20日まで、 1934年9月18日から1939年3月まで、1947年5月10日から1948年2月29日までの3度に、渡って使用された、列車種別。基本的に急行より、位に当たる種別で、1928年8月26日時点での、停車駅は、長田駅、西大駅、スマデラ駅。 須ま駅、塩谷駅、樽見駅、山田駅、人丸ま駅、明石駅前から、姫路駅前までの各駅、1929年9月15日、当時および1934、1939年の停車駅は、兵庫駅須ま駅前駅間の各駅と、塩谷駅、樽見駅、山田駅、人丸ま駅、明石駅前駅及び同駅から、 姫路駅前駅までの各駅であった。戦前に運行されていた時は、普通電車が早朝、深夜を除き西新町伊藤の運行だったので、赤市伊勢の各駅停車はほぼ直通のみの運行であった。1947から1948年間に設定された直通の停車駅は、電鉄兵庫駅、長田駅、西大駅、電鉄須間駅、 電鉄たるみ駅、西舞子駅、電鉄赤石駅及び同駅から電鉄姫路駅の各駅で、電鉄兵庫駅、電鉄赤石駅間のみの運行であった普通列車の保管列車でもあった。この時の直通は1948年3月のダイヤ改正で、休行と入れ替わる形で消滅した。 準急1940年4月から1943年3月4日まで、兵庫駅東二見駅間に設定されていた。1941年7月6日改正では、姫路駅前まで運行していた。設定当初の停車駅は、住まい島の各駅と、塩屋、樽見、山田、人丸前、赤石伊勢の各駅で、1939年以前に運行していた。 直通と同じである。1941年7月6日の改正で、藤江、魚住は通過となったほか、東二見伊勢は本城、浜宮を除く各駅に停車していた。朝ラッシュ時の特急、通勤特急1961年10月改正では、朝ラッシュ時に上りのみ、山陽住まい等各駅停車の特急が設定された。現在の S 特急のルーツ、 運行区間は当初東二見駅、電鉄兵庫駅間であった。設定当初の停車駅は、電鉄赤石駅、電鉄須磨駅と、電鉄須磨駅伊東の各駅で、電鉄須磨駅で種別を、普通に変えて運行していた。1968年4月の、神戸高速鉄道乗り入れに伴う、ダイヤ改正で、阪神大石駅までの運行となり、同時に、 タルミ駅が停車駅に加えられた。1984年3月改正では、阪神方面への乗り入れがなくなり、代わりに阪急三宮駅まで乗り入れることとなった。同時に、東二見駅始発から高砂駅始発に変更され、停車駅も大幅に変更されて、高砂駅東二見駅間各駅停車、東二見駅とは電鉄明石駅、 電鉄たるみ駅、電鉄すま駅、高速長田駅以東の各駅に停車という形になった。1987年12月改正で、停車駅に、藤江、霞ヶ丘、滝の茶屋を追加して、通勤特急に発展的解消を遂げた。この改正では、板宿駅が、停車駅に加えられ、阪神方面への乗り入れが3年ぶりに復活し、阪急六甲駅、 阪神大石駅高砂駅間の運行となった。1991年4月改正で、高砂駅特急と統合され、S 特急となった。高砂駅特急夜間により一本のみ運行されていた特急列車で、東二見駅高砂駅間を各駅停車として運転された。列車種別は特急列車であったが、旅客案内ではもっぱら高砂駅特急とされており、 時刻表への記載、案内放送など、高さ護行き特急として区別されていた。車両の側面案内装置では、コマ数の関係から、特急や特急という表示が用いられたのが特徴であった。1991年4月改正で、S 特急へ統合される形で消滅した。 阪急神戸本線からの直通列車1968年4月から1998年2月までは、前述の通り、阪急神戸本線からの直通運転も行われていた。阪急線内の種別に関係なく、山陽電鉄線内は各駅に停車していたが、列車の種別表示は、阪急線内の種別のままであった。スマウラ公園駅発着がほとんどで、に、 東須磨駅発着も存在した。山陽電鉄線内最大6両編成のため、直通列車の編成も6両に制約された。1984年3月改正までは、阪急線内特急となる列車が原則として、山陽電鉄線内に直通し、ごく一部の例外として、急行や、普通も直通した。百八十四年三月改正より、 休日の山陽直通列車はすべて阪急線内普通となり、1987年12月改正では平日ピルマの山陽直通列車も阪急線内普通となった。1995年1月17日の阪神・淡路大震災で直通運転は一時休止となるが、同年8月より直通運転が復活し、 昼間の直通列車は再び阪急線内特急が主体となった。1998年2月改正で阪急からの直通運転は休止となり、その後は下記の臨時特急が直通することはあったものの、ほどなく直通運転は終了し、以降、阪急線内からの直通運転はなくなった。例年、大晦日の終夜運転は、 阪急神戸三宮駅スマウラ公園駅間のみで実施され、それ以外の区間では行わない。ただし例外として2000年から2001年にかけては東二見駅までで実施した。2020年から2021年にかけての終夜運転は行われなかった。明石駅伊藤は兵庫電気軌道、伊勢は、 神戸姫路電気鉄道により開業し、電力会社の宇治川電気の下で合併して直通運転を開始した。この時、元兵庫電気軌道の路線は、軌道法で建設された軌道線であり、河川電圧は6 0 0ト元神戸姫路電気鉄道の路線は、当初から四方鉄道法で建設され、河川電圧は 1500V となっており、 車体規格も異なっていたため、直通の実現には、木に竹をつなぐような苦労があった。これに対して宇治川電機では、元兵庫電気軌道の車体規格に合わせた、日本初の副電圧車を新造するなどして、直通運転を実現させたのである。その後、元兵庫電気軌道の規格を拡大させた上で1948年に、昇圧を実施し、 ようやくスムーズな直通ができるようになった。宇治川電機から山陽電機鉄道が分離したのは1933年のことである。開業以来、電鉄兵庫駅が起点であったが、神戸高速鉄道との直通運転開始を機に、路面電車時代の名残で、平洋軌道が残っていた電鉄兵庫駅、西大駅間が廃止され、西大駅が起点となった。 兵庫電気軌動神戸姫路電気鉄道、宇治川、電気山陽電気鉄道前述のような、歴史的経緯から、本線では距離を示すキロポストが二つに分かれている。西大駅山陽若市駅山陽若市駅山陽姫路駅、加古川ホッケ三谷川間の約2.2キロメートルについて、高佐護市は、連続立体交差事業を検討している。 これが実現すれば、高砂駅と荒井駅が、高架駅になるとともに、区間内にある7カ所の踏切が撤去されることになる。ありがとうございます。